の色が好きだったんだ。初めて会った時のユキさんの目、引き込まれそうな湖みたいな静かな色だった。小山さん、歩道にいたところを巻き込まれたらしく、古い記憶はしっかりしてます。ただ新しい記憶は残らない可能性があります。もう2月なの。起きたらよく分かんなくて。小弓さんの昔の知り合いですか？逃げる？そんなんじゃありません。ここユキさん家。小弓さん、ちょっと長くなるけど聞いてもらえる？さらしいな。静かな雨。